はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、まあ、風属性のヘルエスを利用した、ゴッドガードブローディアにおいて貢献度を稼げる編成っていうのを考えたんで、今回はねそちらの方を実際に試してみようかなっていうふうに思ってる動画となっております。まあ、今回ね、まあ、ヘルエスに関してサンガビがすごい魅力的な反骨を味方全体みたいな感じでうおーって感じだったんだけど、ちょっと蓋を開けてみるとね、そこら辺の倍率がちょっと低めだよみたいな感じになって、どうやって使おうかなみたいな感じになってたと思うんだけど、俺が出した答えはこれなんですよ。見てください、これです。レスラーヘルエス2を増位です。まあ、これでブローディアの MVP を狙っていきます。はい。で、この編成の何よりのメリットとしましては、グリームニルのラストストームハープがいらないんですよね。こう、ティア銃をボコボコに敷き詰めると。ティア銃敷き詰めて、ティア拳メイン、レツラだからね、ティア拳にして、で、リングオブラファエルからのバハ武器からの、EX 更新みたいな感じの編成になってます。で、召喚石についてもね、火力が高いやつをとりあえず突っ込んどけばいいよ、みたいな感じになってるんで、召喚石的にもお優しくなっている。で、まあ、キャラクターの解説しましょう。で、ニオは最終上限解放じゃなくてもいいです。はい。今回は非最終でもいいし、なんなら、ニオはプランの一つなので、抜いてもいいっていうぐらいな感じになってるんですよ。今回は結構最近古戦場じゃなくて、ブローディアの方行ってみると30人パッて埋まるの多いんですよね。だからちょっとそこら辺の対策として、まあ、もしかしたら HP50% を速攻切っちゃうかもしれない。だからニオの昏睡プランっていうのも残しつつ、なくてもいいよっていうような思考になってます。はい。で、ヘルエス、増位になってるんだけど、まあ、つまり、増位の排水によって HP を1にして、ヘルエスの3ガビの、火力が上昇幅が低いっていうデメリットを圧倒的な火力の暴力によって全て帳消しにするっていう戦法ですね。まあ、ブローディア HP20-30% ぐらいになると、オーバードライブがマックスになるんで、まあ、その時に反骨を合わせる、みたいな感じになってるんだけど、まあ、ちょっとトライアルで試し殴りしましょうか。うん、トライアルで試し殴りするんだけど、まあ、どんな感じのムーブかっていうと、実は召喚石も芝です。はい、召喚石を芝にします。まあ、一応最高のムーブをするというような想定で見てみてください。まあ、最高のムーブ、つまり HP50% 昏睡が効くまでの状態の場合だったら、ミゼラブルミスト2、デュアルインパルスで2アビ、これトリプルアタック確定じゃないですか。もう3アビは置いときます。で、連撃率をニオの2アビで稼ぎます。はい。まあ、適当に3アビでも使って、で、昏睡を当てます。まあ、ここの昏睡は、指輪の LB つけると昏睡が確定になるような状態ですね。僕は指輪入れてないんですけど、指輪で弱体成功率アップがついてると、昏睡が入って美味しくなってる。50% の前の場合だったら。で、ここで増位の2アビ。これで HP が 1% になりますよね。で、芝を使います。はい。これで芝を使って、で、殴る。はい。これで殴るんですよ。つまり、昏睡状態殴りによって、もう減衰近くのダメージを、この3人、前3人、フロント3人は出すことができる状態。っていうのが、まず芝殴りの1ね。で、2として、セカンドプランとして、敵がオーバードライブ。30% ぐらいになったらオーバードライブ。だいたい 70% と 30% ぐらいでオーバードライブするんだけど、まあ、70% の時にね、この、ヘルエスを使うのはちょっと難しい。まあ、HP によってはだけど、芝を使わずヘルエスを先に使うっていうのもありかもしれない。まあ、何にせよ、オーバードライブ中のみ火力がこの、ヘルエスは上がるっていう話ですね。で、ここで2プラトンだったり、2回目の殴りだったりっていうのを組み合わせて、で、終わりっていうイメージ。まあ、この編成になれば、グリームニル。今ね、すごい混んでますよね、グリーム。俺、土パ強化してるのになんかこう、グリームニルやらなきゃいけないのめんどくさい。グリームニル人いっぱいすぎてめんどくせえよ。っていうような人に、この、ヘルエス新規の、風ヘルエス採用型の排水バッコリレスラー編成っていうのがあれば、ブローディアで MVP が取れるはずです。じゃあちょっと実際にね、実演してみましょう。こちらのレスラー編成っていうやつをブローディア。お、いるじゃん。これちょっとやってみようぜ。これで、こうして、よいしょ。で、ほら、オーバードライブしてるでしょ。で、ゾーイ使うじゃん。ゾーイ使って、ゾーイ使って、まだちょっと時間あるんじゃない？ちょっと時間あるから、ここで、ニオのニアビを使って、2プラトン使います。2プラトン、これで殴って、貢献度を稼いで、で、芝を使います。芝使って殴る。こういうムーブ。あ、これニアビ使えばよかった。っていう感じですね。そう。30% ぐらいになるとオーバードライブするんだけど、そこら辺に綺麗に合わせることができるんだよね。で、特に水属性っていうのを使いづらいんですよ。HP50% 切ったらさ、そこら辺の、なんだろう。
属性耐性が消えるからそのグリームニルは水剣豪がいいかもねみたいな話をしたと思うんだけど、あのこれは相手が土属性、あ、すいません。これは相手が土属性になってるんで、そういう風になってくると、その耐性的にちょっとこう水編成は使いづらいっていう感じになってるんですよ。だからその分、ここでその風編、風のね、排水編成っていうちょっと独特な編成でも生きる道があるんじゃねえかなっていう風に思ってるっていう話ですね。まあ今の殴りでだいたい27万、貢献度ぐらい。うん。まあ、27万だったら運が良ければ青箱は取れるかなっていうような感じになってると思うんだけれども、まあ結構悪くない数字になってんじゃないかなっていうふうに思います。まあそんな感じでとりあえず一回倒してみて、ちょっと見てみましょう。これで青箱多分出てるから。これで青箱、金箱、そうですね、青箱が出てる。今貢献度6位とかだったよね。5位か6位ぐらいだったんで。うん。ちょっと試しにもう一回やってみていい？いきます。これ QNID のやつです。プロデア来た。からの、ここで、初手昏睡からの、初手昏睡、あ、もう30人来ましたよ。30人来るんだよね、こうやって。こうやって、三アビを使って、よいしょ。三アビを使った状態、よいしょ。で、こうやって、2プラを、おぉ早い早いじゃ、早いよー、もう一回。今回は、なんか舐めない。今回舐めません。で、50% 来た、2プラトン、ここ3アビ、よし。で、ゾーイ使います。ゾーイ使って、ここからもう削れ始めるんで、リロを挟みます。コンジャクション。早い。ということでね、まあ、早いので、ちょっと苦しいかもしれないということはあるんですけれども、まあ、ちょっとね、そういうのも手段の一つとして考えればいいんじゃないかなというふうに思いました。そんな感じで皆様の自分のベストを尽くせそうな編成を模索することが大事ということでした。それじゃあ皆さんまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。